次やれたらもうえドントントントンって Just crack my bingo 聞こえた No, I'm kidding, but seriously CK は ST 痴漢は最低みなさんこんにちは、花中です。 What's up guys, it's 花中。今日は日本の留学で経験した痴漢のことを話していきたいと思います。 So I studied in Japan for a year and during that year I experienced 痴漢 twice andI don't know if that's a lot, but for me, because that was the first time ever, it was a lot. So my very first experience was when I was at the bus stop in the morning. The bus there はなんか棒にサインがついてて、それが歩道に刺さってた感じのバス停だったのね。でこう立って待ってたの、7時半ぐらいかな。And I see this guy walking towards me.この歩道を通れるように前を一歩出したのね。で、人間ってさ、ここのなんか peripheral vision で一応ここの範囲は見えるじゃん。だから来てるの見えて、こう通るの見えて、でもこっちから出てくるのが見えなかったの。Like, he disappeared. で、頭の中で、え?どういうこと?と思って、だって普通こう通ったらこっちからこう出てくる姿を見えるから。そしたら体育座りでこの人が携帯をスカートの上向けてポツンって座ってたの。こんな感じ、えって思うじゃん。でも反応できる前に彼がパッて立ってパッてあっちに歩き出して、すごいスピードで歩き出して、なんか今思うとこう言っとけばよかったなとか、これやっとけばよかったなとか思うけど、 butAt that time, my thoughts and like actions didn't connect together because I had no idea what just happened. Like, I turned around, there's a guy squatting with the phone up, and I was like, what? What? それが初めての痴漢の経験で、CK は SD だなと思いました。なんかこの前、日本のテレビ見てたら、駅とかで警察たちが駅を見守ってて、痴漢の人がいたら、捕まえるみたいな、そういうテレビ番組やってたのですっごい嬉しかった。なんか今までは痴漢に対して I've only heard about like the experiences that people have had but never the side where they catch the bad guys が守ってくれる人がいるって思って、すごいなんか一人じゃないんだなって思った。 Now the second time I got 痴漢 in Japan was when I was riding my bicycle back from school. So I was riding homeAnd like the 帰り道 was like 大道路、家、中の道、and then like 家、and it was like that kind of layout. で、みんなが中の道が間違いだったっていう前に、これだけ言いたい。I should be able to ride my bike wherever without the fear of a person showing me his thing, right? So, 中道で走ってたら、この車がすごい遅く隣に来始めたの。で、その車のエンジンの音がすごい頭の中に残ってるのね。It was like, なんか普通の車のスピードじゃなかったの。で、もうほんとすぐ隣にいて、もう手伸ばさなくても車触れたぐらい、もうほんと近くて、もうほんとこんぐらいの距離で触れたのね、車。誘拐か、ぶつかれるか、その2つかと思ってて、もうすごいダッシュで自転車漕ぎ始めたの。もうほんとボルトのスピードでボンって。走り出して、周りの人とか見たらもうスプリングでつながってるのかなと思うぐらい逃げて追いかけて逃げて追いかけての繰り返しだったので、目の前に男子2人いて、3人で漕ぎ始めたら絶対車も避けるじゃん、まあ、自分の中で思ったのね。でもその時はすごい怖くて、なんかその2人通ったけど何も言わなかったの。でもすごい目でなんか助けてみたいな目で喋ってたのね。の車がずっとまだ追いかけてて、もう What the heck? と思って車の中見たので、窓が下がってて、おじさんが運転しながら His thing was out like it was just out。 え、見間違い、ありえないありえないと思って家帰って泣いたね。で、やっとなんか中道から出て、で、中道出るとその横断歩道に当たるのね。横断歩道に出て、その車がやっと止まったの。目の前に警察署があったけど、これって警察官は事件だと思うのかなってすごい不安だったの。警察に行っても何もやってくれないのかなとか、
大した事件じゃないのかなって思ったから、その時警察官行かなかったのね。でも本当今も行けばよかったと思う。だって行くことで何かのチェンジがある可能性作れるじゃん。例えば彼が捕まえて他の人にやらないとか、痴漢注意の要告ができるとか、なんか言うことでいろんな変化始まるから、痴漢を見たら何か言おう。されたら怖いしゾッとするけど、一人じゃないから絶対周りの人の誰かは手伝ってくれると思う。痴漢されて日常生活には変化なかったけど、中のモヤモヤがなんか残ってたの。なんか帰り道またそういう人いるかなとか、私が悪かったかなとか。でも悪いのはやった人だから、本当にやれた人だって、やった人だから。彼のセルフコントロールないことで痴漢されたから、本当に自分を責めないでほしい。それだけは信じて、自分を責めないで痴漢されたら。本当に私はオーストラリアに帰って1年ぐらい経ってから家族にみんな言ったんだけど、言ったことですごい心がホッとした。全てのことをゴミ箱にしてた気分だった。もうほんと軽くなったの、肩がもうリフレッシングって思ったのね。でも怒ったことは別に変えられないじゃん。でもこれからの行動は変えられるから、もう次されたらもう頭でゴン、肘でうん、手でパーンだからね。嘘、本当に暴力反対だけど、もう本当にそんぐらい次なんかやられたら自分を守れる気がする、言い返せる気がする。だから最後に伝えたいことは CK is ST、 痴漢 is 最低、マジ最低だから、本当に really 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 最低で、やられた人を見たらもう助けよう、みんな走って助けよう。 Hey you って言って、トントントンって言って、 Don't do that って言って、 That's freaking gross って言って、 I just wanna let you know that like it happens and you're gonna be okayAnd it really, really sucks. Like, chikan really sucks, but you're not alone. That was my experience with chikan in Japan. すごいカルチャーショックでした。今日の動画見てくれてありがとうございます。Thanks for watching today's video. If you liked it, please give it a thumbs up. よかったらいいねのボタンと登録ボタンを押してください。The subscribe button down below, as I'll be posting more videos. And I hope to see you guys soon in another video.また次の動画で会いましょう。バイ。さよなら。Virtual hug for everyone that's been chikaned.